本当だ、レトロな看板がいっぱいあるよ。入り口はやっぱり駄菓子屋になってるよ。もはやこういう施設の定番なのだ。昔のボンカレー売ってるよ。オリエンタルマースカレーもあるのだ。昭和横丁だって。行ってみよう。これは新横浜ラーメン博物館並みの長い昭和の路地横なのだ。昔の銭湯の料金表だよ。黒い方は大人23円、その上のは大人180円だって。ダンスホールなのだ。月光って店名も昭和っぽいのだ。昭和の大衆食堂だよ。昭和の食堂のディスプレイってなぜかビール瓶が置いてあることが多かったのだ。こういう旅館って中はどうなってたんだろうね。バーって書いてあるけど表札があって普通の住宅みたいなのだ。こっちもバーだよ。こういうバーってなんか怪しい感じだよね。2階にセクシーそうな女性の影がある下の店が食堂になっているのだ。入ってみようよ。昭和によくありそうな大衆食堂の再現がすごくリアルだね。カツ丼とか食べたくなってくるのだ。こっちは電気屋さんだね。古い家電がいっぱいありそう。壁の小物がリアルな感じがする。結構小型テレビって昔からあるんだね。ラジオとかレコードプレイヤーとかあまり見なくなった製品だらけなのだ。昔の洗濯機とか冷蔵庫とか電気入っててすごいね。この辺りは昭和の初期あたりのラジオなのだ。この頃はテレビもなかったからみんなラジオ聞いてたんだってね。こちらはもう少し時代が進んで外装が木から金属に変わってきてるのだ。デザインもモダンになってきたよね。扇風機は軽くなったけど見た目はそこまで変わってない気がする。こっちは電気製品の小物がいっぱいあるのだ。こっちは昭和初期の部屋かな。テレビ以外はかなり古い部屋を再現しているのだ。昔の電話だよね。こっちは昔の薬なのだ。昔の薬って袋のデザインが面白いよね。こっちは昔の病院なのだ。昔の病院ってなんか怖いよね。子供の頃はこういうとこトラウマになりそう。医者の道具がなんか怖い感じがするのだ。こっちは昔のカメラ屋さんだね。こういうカメラって高いイメージがあるけど使うのは大変そうなのだ。今はフィルムもストロボも手に入りにくいからね。8ミリなんてもう入手困難だよね。そもそも8ミリなんてなんだかわからない人が多いのだ。昔の動画撮影だよね。フィルムで動画撮ってたんだよね。昔はビデオがなかったから8ミリを貸し出したりしてたのだ。
こっちはおもちゃ屋さんだね。こっちは交番と郵便局なのだ。昔はこういう小さい交番が町に一つはあったよね。今考えるとパトロール中などは不用心なのだ。郵便局も昔は窓口とかはついたてなどがあったよね。この施設の中はこんな昭和の通りが再現されているのだ。町の再現度がかなり高いよね。こんな商店街ありそうだもん。床屋なのだ。やっぱりいろいろとデザインが昭和だよね。待合室の懐かしい感じ。今でも地方だとこういう床屋は残っていると思うのだ。こっちはタバコ屋だね。パチンコ屋だね。岐阜県の昭和レトロ施設は災害実際にパチンコが打てるのだ。こっちはスマートボールだよ。浅草にあったスマートボール場は閉店になったし、今は大阪の新世界にあるくらいなのだ。こっちは子供部屋って感じだね。家庭用テレビゲームが揃っているのだ。昭和の子供の学習机だね。こっちはファミコンコーナーなのだ。ファミコンカセットのコレクションがすごいね。誰でも昔のゲームを体験できるのだ。ピンクレディのポスターもあるよ。こっちはもっと古い田舎の家って感じだね。これは昔の台所、古い道具がたくさんあるのだ。こっちは昔の学校の教室の再現だね。なぜかタイプライターがあるのだ。こっちはオルガンかな。教室にあったね。こっちは理科室にあったホルマリン漬け標本なのだ。オルガン、でかいソロバン、ストーブ、いろいろ懐かしい。昔の弁当箱とか給食もあるのだ。給食の時、牛乳が飲めなくて苦労したな。こっちは昔の電話機だね。ダイヤルないのはどうやって電話したのかわからないのだ。このアイロン、電気使ってなさそうなんだけど。戦争前のアイロンは炭火を使っていたらしいのだ。こっちは時計屋さんだよ。壁掛けの振り子時計ってあまり見なくなったのだ。振り子時計って電気がいらないんでしょ。そうなのだが、よく時間が遅れるのだ。こっちは楽器店みたいだよ。昭和のアイドルやスターの写真がいっぱいなのだ。この辺りのアイドルってもう50代とか60代なんだよね。こっちは昔の雑誌だね。かなり古そう。こっちは昭和の漫画雑誌なのだ。こっちには映画館みたいなのがあるよ。本当に小さな映画館みたいなのだ。何の映画かはよくわからないけどね。これでだいたい一回りしてきたのだ。
施設だったね。高山昭和館の前にモルトロのお店があるよ。散髪屋さんみたいなのだ。ということで今回はこれで終わりなのだ。最後まで見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回なのだ。